こんにちは。ヤクルト阪神、このゲームの模様をお伝えしてまいります。解説席には立川二郎さん、黒木智弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、こんにちは。私たちがスタジアム中を駆け回っていろいろな情報をお伝えいたします。頑張ります。はい、よろしくお願いします。さあ、試合開始の準備はすでに整っています。マウンド上の先発ピッチャー市場、さあそのピッチングを見守りましょう。1回の表タイガースの攻撃、トップバッター赤星、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。おそらくね、これランナーに出るとね、また走ると思いますけどね。はい、とにかくまず塁に出なければなりません。昨年の数字が出ていましたが、3割1分7厘のアベレージ、そして打点の数が30となっています。初球から打った、痛烈な打撃、これはファーストになります。さあ、先手を取りに行ったランナーが出ます。ボールが返ってきたが、タッチして三塁、これはアウトです。これでワンアウトです。そして次の2番関本、右のバッターボックスです。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分8厘のアベレージ、そして本塁打の数が8となっています。初球見送っていきます。ワンストライクです。さあ、タイガース今日のゲームはどうでしょうか。さあ、どうでしょう。これはまっすぐ、平行カウント、ワンエンドワン。関本、今年で13回目のシーズンとなりました。次が3球目、今度もストレートできました。2エンドワン。次が4球目、スライダー決まった。さあ、リプレイでご覧いただきましょう。次のバッターです。鳥谷、左打席に入っています。先頭バッターにツーベース、その後三振を取っています。何から持ってくるか。その初球は変化球でした。ワンストライクノーボール。鳥谷、6回目のシーズンを迎えています。低めの球、ストライク、スライダーで追い込んでいます。1回の表終了、タイガース得点はありませんでした。代わって守りますタイガースの先発ピッチャーアッキソン、さあ調子はどうでしょうか。1回の裏、スワローズの攻撃、対しますこの回の先頭、川島慶三。1回の裏、ノーアウトです。最初の1球、初球ストレートできました。ワンストライクです。マウンドは先発ピッチャー、アッキソン。打って、打球は右、取った、取りました。ファーストフライに終わりました。そしてバッターは2番口、左のバッターボックスに入りました。この回はワンアウトになっています。初球から際どいコースを突いてきます。ワンストライクノーボール。口、16回目のシーズンを迎えています。バットを出しません。ツーナッシングです。変化球が高めに外れます。ボールにしてきました。外れてボール、カウント2エンド2。さあ、何を見せるか。やっと鋭い打球だ。これはライトに上がっていい当たり、
塁に出ます。ワンバウンドヒットになりました。センターへの打球はヒットになりました。ここで迎えるバッターは3番青木、宮崎県出身。青木、今年で6度目のシーズンとなりました。どこから行く、初球から打った、まっすぐ打ち返した。ファーストランナー2塁回った。ここでヒットが出た。ヒットでつなぎました。そして次のバッターとなります、ベントナ。初回から先制のチャンス、その打席になります。この回ワンアウトからのヒット、その後連打を浴びています。最初はストレート持ってきました。でも力強いね、スイングしてますよね。しっかり振って空振りです。この回ヒットを2本打たれています。さあ次はどこへ行くか、低めを打った。ピッチャーの前になります。セカンドランナー一気にホームを狙う。これでこの回3本目のヒット、今セカンドランナーホームイン。まあ序盤ですからね、気を引き締めて次の打者を打ち取れば問題ないです。先制点で気落ちしている場合ではありません。当然ですよ、今何回か考えた方がいいでしょうね。そして次のバッターを迎えます。ガイエ、ワンヒットで追加点というこのバッターボックスです。初回からの得点を与えています。最初の1球ストレート打ちました。取って2塁へ送ります。2塁はフォースアウト、セーフ。1塁はセーフ。まあこれは見ていてつらい、ちょっと同情したくもなりますが。そして6番宮本、さあバッターボックスです。やっぱり初回で1点差ということでね、まあ心中穏やかじゃないですから追加点でしょうね。はい、この場面は点を入れておきたい。宮本抜けた、きれいに抜けた。ファーストランナー2塁を回った。サードランナーがホームに入ります。ショートが中継、タイムリーツーベースヒット。2対0、1点が加わります。初回から点差を開いていきます。そして7番田中、その注目のバッターボックスです。まあ1打席目ですけどね、タイムリー打ちたいですよね。はい、最初から結果を残していけるんでしょうか。この回失点が続いています。まず初球、まずはボールから入りました。バッテリー外してきます。2対0、スワローズがリードしています。変化球決まってワンエンドワン、変化球で2つきました。すでに2点を奪われています。インコース際どい、さあここは追い込まれていますが、次の4球目、外のボール打ちました。これは右中間への打球、取りました。スリーアウトチェンジ。1回の表裏終了、スワロー2対0リードを取りました。2回の表、タイガースの攻撃、この回は4番から始まります。金本、今日の第1打席に入りました。一番、このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。まずは変化球、空振りになります。ワンストライク。現在連続三振を奪っています。これはストレート、さあ追い込みました。追い込んだが、さあこの打球は、さあ4球目、三者連続の三振。最後はバットに当てさせませんでした。打順が移ります。新井、このゲームの最初の打席になります。第1球、これも痛烈な当たり、いい打球ですよ。ファーじゃなかったらと思いますけどね。はい、はい、新井、11回目のシーズンを迎えています。低めを打ってキャッチャー取りました。
変化球打ちました。フライになった。取ってツーアウトになりました。センターフライに終わりました。そして次の6番ブラグ、最初のバッターボックスです。先頭バッターは三振、その後は外野フライに終わらせました。その初球ボールになりました。ノーアウト。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割3分4厘のアベル、そして放った本塁打の数27となっています。入れてきました。ワンエンドワンになりました。2アウトになっています。低めのボール打った打球はファーストへ。2アウトからヒットが出ました。今のはどうでしたでしょう、達川さん。いい変化球なんですけどね、バッターうまく打ちましたよね。さあそして7番に回ります。リン・ウェイズ、今日の第1打席になります。この回2アウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。どこに出てくるんでしょうか。昨シーズンの成績出ていましたが2割4分今度もいい当たり。この打球もライトへ行った。追っていきます。フェンスに当たって跳ね返った。打ったバッターは2塁へ向かいます。ライトからセカンドへ、ツーベースヒット。そして8番カノー、さあバッターボックスです。もう少しねこういう状況で打てるようにしたいですけどね。はい、ちょっとランナーを置いてのバッティングは結果が残せていません。初球振りません。ワンナッシングです。この回2本のヒットを許しています。次のボールはここはスライダーできました。このスライダーで追い込みました。さあここはどうリードするんでしょうか。しかしこれは外れています。今のよく見ましたね。はい、しっかりと見ました。これもいい当たりだ。サードへの当たり、一塁へ送ります。アウト。一塁アウトは3アウトチェンジ。大事、同点のねチャンスだったんですけどね。ですね、惜しいチャンスでした。さあスワロー、この後8番から始まります。2回の裏スワローズの攻撃、対するこの回の先頭ライカ、今日の第1打席に入りました。昨年の数字が出ていましたが2割5分5厘のアベル。いい当たり、初球からいった。低い打球になりました。ワンバウンドフェア、レフト線に抜けました。さあ連携プレー見せるか、ツーベースヒット、レフト線へのツーベースになりました。そして打順が変わります。1番チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。いきなりツーベースのランナーを許しています。さあバントした。ファーストが取ります。一塁に送ります。送りバント成功です。ワンアウトになりました。そして打順は1番に戻ります。川島、その注目のバッターボックスです。低め打ちました。これが2回目のバッターボックス。低いボールを打って取りました。一塁に送ります。これは一塁アウト。セカンドゴロに終わっています。そして2番福地、このバッターボックスとなります。こういう状況、打っていった。センターに持っていきました。ワンバーを打って今サードランナーがホームイン。3対0センターへのタイムリーヒット、追加点が入ります。この差は3点になりました。そしてクリーンアップへと続きます。青木、左の打席です。初球は外から攻めていきます。ノンストライクワンボール。得点差は3点、スワローズがリードしています。この変化球は枠の外、ツーボールになりました。2回目の打席はどうでしょうか。アウトコースへ決めました。ワンツー。初回の1打席目センターへのヒットを放っています。これは変化しました。ワンスリー、やはり狙ってきました。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。
でもこの足があればね、チームは助かりますよね。はいですね。さあ、ツースリーになった。強烈な当たり、大きいぞ。これは大きいぞ。今の変化球であればね、やっぱり打ち取れないということですよね。はい、そうですね。2点を追加、5点差に広げました。タイガース先発ピッチャーマウンドを降ります。渡辺2アウトからマウンドに上がります。さあ、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。そして次の4番デントナ、2回の裏2アウト。実況席山口さん。はい、スワローズ側です。はい、どうぞ。先ほどのホームランについてインタビューしてまいりました。打った球はカットボールじゃない、真ん中だったので長打を狙うつもりで打ちましたということです。はい、ありがとうございました。2球目はどうか。外角低めのストライク、2ストライクノーボール。次の4球目は、あっと当てるのが精一杯、取ってこれで3アウト。さあ、タイガース5点を追いかけます。3回の表タイガースの攻撃、先頭バッターはピッチャー渡辺、右のバッターボックスに入りました。渡辺、4回目のシーズンを迎えています。初球インコースから入りました。ノーワン。攻撃中のタイガース、前の攻撃では2人残塁、そして得点には至りませんでした。これはスライダー、ワンストライクワンボール。スワローズファンでいっぱいの神宮球場から実況生中継でお送りしています。決まりました、追い込みました。146キロです。さあ、4投目、今度は緩いカーブできました。2-2。さあ、5球目、高めのボール打った、打球は左へ。さあ、どういくか。インコース打ちました。しかし、この打球はファウルボール。左へ行った、レフト、これは間に合いません。落ちました、レフトへのヒットになりました。ここで打順が一巡します。赤星、3回の表ノーアウトです。何から持ってくるか。まずはストライク、カウントワンストライクノーボールです。いきなりランナー一塁としています。落ちるボール打ちました、センターの前、ワンバウンドしました。さあ、ヒットになります。さあ、勝田さん、今のは結構難しい変化球ですよ。だからバッターが上手かったということですよね。そして次のバッターとなります、関本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。これが2回目の打席、何を投げてくるか。最初から落としてきました。バッテリー1球外してきました。ノーアウトランナー2塁1塁です。どうですか、勝田さん、ここはどうすればいいでしょう。このスコアリングポジションのランナーはね、大事に行きたいですよね。はい、ここからの得点はあるんでしょうか。ええ、これはボールになります。ノーストライク2ボール。さあ、3球目、アウトコースストライク、ボールカウント1エンド2。ノーアウトでランナーが2塁と1塁にいます。バッティングカウントからの4球目、空振りになります。ちょっとタイミング取れていません。ファウルボールです。変化球打って、これは取れない、ワンバウンドヒット。セカンドランナー三塁を回った、この回3本目になるヒットになった。セカンドランナー今ホームイン、5対1、センターへのタイムリー。
そして次のバッターを迎えます鳥谷。ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。第1球です。まずは見送りました。面白いように決めてきます。ここまで1点を与えています。縦のスライダー、外へ2つ続けました。この高めはボール。ここは1球外します。やっと鋭い打球だ。これはファーストになります。三塁ランナー今ホームイン。止まりました。ファーストランナーは二塁ストップです。5対2。さあタイムリーが飛び出した。そして打順が変わります。金本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。すでにこの回2点を取られています。最初は低め、中に入れてきました。わずかに入りません。まだノーアウトのまま、スローカーブできました。ワンエンドワンになりました。市場、今日の2回までの許したヒットが7本、この回4本打たれています。しかしこれは決まりません。ワンエンドツーです。今日2回目のバッターボックス、ここはストレート、2エンド2になっています。さあ何を見せるか。空振り三振。さあ今のプレイご覧いただきましょう。久しぶりのアウトカウントが入って次のバッターが入ります。新井、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。外めのボールから来ました。ここは外してきました。ワンアウトランナー二塁一塁です。さあ辰川さん、タイガースはどうすればいいですか。この状況であればね、得点できますのでね。はい、このチャンスに得点できるんでしょうか。はい、緩いカーブ、なかなかタイミング合いません。ワンアウトになっています。バッター見送りました。カウント1エンド2。2回の1打席目、センターフライに終わっています。さあこれは痛烈だ。いったいったいったぞ。一直線で飛び込んだ。同点のフリーランホームだ。綺麗に捉えた。新井、神宮の空に見事な光を描きました。そして同点のホームイン、5対5。そしてチームメイトが並んでいます。3点を返します。この回5点目。ここで追いつきます。同点です。さあこの表情です。これで同点、本人は納得いかないようです。さあ今のシーンです。スワローズ2番手ピッチャー投入です。丸山、ワンアウトからの登板となります。さあそのピッチングはどうか。打順は次に変わります。ブラズ、左のバッターボックスです。これが2回目の打席、初球から入れてきました。これは手を出させません。この回スリーランホームランを許しています。次の第2球入りました。ツーナッシングです。はい、三塁側です。どうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったのは多分スライダー、しっかり振り抜こうと心に決めていましたということでした。三塁側のコメントを届けてくれました。三球三振、空振り。この回は打者8人にまで攻撃が続いています。第1球はどうか。まずは変化球、この球はボールになります。この回追いつかれています。これは宇宙間に上がっている。2つはいきますよ。ワンバウンド抜けた。宇宙間破った。さあ2塁クロスプレイか。ツーベースヒット、2打席連続宇宙間へのツーベースになりました。そして次のバッターとなります。このチャンスは生かしたい、勝ち越しのチャンスです。さあタイガース、
センターへのツーベースヒットでランナーが出ました。まず変化球で空振りさせました。ワンストライクノーボール。この回同点にされています。振りません。ストライク、ツーストライク。チェンジ。さあもう一回今のシーンです。さあスワローズ、次の攻撃は5番からということになります。3回の裏、スワローズの攻撃、トップバッターガイエル、バッターボックスに入ります。マッシングを打ってこの力のあるボールにね、負けてますよね。ですね。ここは気迫のピッチングを見せました。この回は先頭バッターを打ち取っています。どこから狙うか。初球コーナーをついてきました。ワンナッシングです。この回はワンアウトになっています。アウトコース、外へ2球持っていきました。打順が移ります。田中裕康、打席に入ります。先頭バッターはファウルフライ、その後三振を奪っています。最初からコーナーをついてきます。ワンストライク。ツーアウトランナーはありません。コーナーを狙います。外へ2つ続けました。高め外れてボー、カウント2エンド1。変化球はわずかに外れました。このボール球には引っかかりませんでした。三振に来て取りました。さあタイガース、この後の攻撃はピッチャーから始まります。4回の表タイガースの攻撃、そしてこの回の先頭渡辺、右のバッターボックスです。その初球ボールから入りました。ワンボールです。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。さあ次のボールはまたストレートできました。ワンストライクワンボール。5対5同点のまま変わりありません。見送った。ワンエンドツーになりました。ここまでのタイガース、ヒットが9本、5得点の内容です。一方のスワローズ、ヒットが7本、そして5得点です。次はストレートできました。カウント1エンド3。次が5球目、決めてきます。カウント2-3。さあ2エンド3。スライダー三振。どんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成、なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。さあ3回目のバッターボックス、インコース低めのストライク、ツーストライクノーボール。これで3人連続、結局空振り三振に終わりました。次のバッターが入ります。関本、3人を連続三振に抑えています。
最初の1球、最初は変化球できました。このコントロールです。この回まず2アウトを取っています。高めのボール打ちました。打球はピッチャーの横、取った。一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、こういうゲームは我慢比べですね。チームに緩みが出るといけません。4回の裏、スワローズの攻撃。この回は8番から始まります。相川、右の打席です。初球狙って、これはいい当たりだ。レフトへ上がった、レフトへ。レフトフライに終わりました。打順は次に変わります。丸山、この回もまず先頭バッターを打ち取りました。第1球、初球は手を出しません。ゾーンいっぱいに投げ込みます。丸山、今年で5回目のシーズンを迎えています。低めの球はエチいっぱいに入っています。2つインコースに来ました。低め落ちました。高いバウンドになりました。さあ第4球、外、これは外れていきます。確かに際どいところに来てますよね。はい、手を出しませんでした。さあ何を見せるか。慎重にコーナーをついてきます。2ストライク2ボール。この6球目、外、外れてボール。フルカウントになっています。セカンドへの打球、一塁へ。これは一塁アウトです。セカンドゴロに終わりました。打順がトップに帰ってきます。川島慶三、4回の裏2アウト。最初はストレートから来ました。ノーアウト。トップバッターは外野フライ。その後は内野ゴロに終わらせました。さあ2球目、外から上がりました。ワンバウンドヒット、打ったバッターはセカンドへ。さあ中継間に合うか。センターへヒットを打ちました。ランナーに気を取られすぎないことも大事でしょう。そうですね、バッターにはきっちりゴロを打たせたい場面ですね。さあ思い通りに打ち取ることができるでしょうか。さあランナーが出ました。菊池、勝ち越しの場面で打順が回ってきました。さあ1球目、ストレート打って、これは低い打球、ラッと破った、きれいに破りました。ヒットになる。セカンドランナー今ホームインした。この失点が重くなるかは次からの投球次第ですよ。勝ち越された後にいかに冷静さを取り戻せるかですね。そうですね、これでとどめればまた気持ちが動きますから。まずは初球、最初はスライダーできました。ワンナッシングです。ツーアウトランナー一塁です。内へ持ってきましたが外れました。ワンエンドワンです。この回勝ち越しを許しています。あっと強い当たり、打球はライトへ。鋭い打球です。外のボールが打っていった、低い当たりになった。一塁送球、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも胃の痛むような展開です。5回の表、タイガースの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。鳥谷、まずはチャンスの芽を出していきたいところです。まずは見送りました。ワンストライク。ここまでのタイガース、打ったヒットは9本、5得点の内容です。一方のスワローズ、これは上がった、右への打球になりました。取ってワンアウトになりました。ライトフライに終わりました。そしてバッターは4番金本、左のボックスに入っています。最初の1球は何か。初球は変化球、当たりません。ワンナッシングです。
今日3回目のバッターボックスです。さあ次はどう攻めるか。離れていきます。これも外目に行きました。3回の2打席目、今日2打席連続となる三振に終わっています。これは見送ってストライク、スライダーで追い込んでいます。さあ4投目、あっと微妙なところ外れました。誘ってきましたが乗りません。あっとフルカウントまで来ました。ボールカウント 2-3。 この球は外れてフォアボール。ここでフォアボールを与えました。そして次の5番新井、ミニバッターボックスに入ります。両先発はマウンドを打った、取ってアウトが2つになりました。ショートフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます、グラブ。この回ワンアウトからフォアボール、その後は内野フライに終わらせました。初球わずかに外れてボール、この球は外れています。3回の前の打席、スイングアウトの三振に倒れています。わっと変化球、ボールカウントノーツー。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。さあ第3球、外角低めのストライク、ワンエンドツーです。丸山、今日は2回と3分の1を投げ、許したヒットが1本、与えた得点はありません。これはバットが回りました。2エンド2になっています。落ちるボール打った、打球は右、ファウルです。さあ6球目、変化しました。この勝負どうなる。ここはまっすぐ、今のは振ると思いましたけどね。はい、ここは見極めました。これが8球目、高めを打ちました。三塁線、これはファウルボール、わずかに左、ストレート打ちました。これはセカンド取って一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。5回の表が終了、タイガース0点で攻撃を終了しました。5回の裏、スワローズの攻撃、返します。この回の先頭デントナ、右の打席に入りました。これは外れました、ノーワンです。6対5、スワローズがリードしています。内へ、ワンエンドワン、ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。2回の前の打席、ピッチャーフライに終わっています。あっと今度は変化球、このスライダーで追い込みました。まっすぐを打って、これはセカンドになります。一塁へ送ります。一塁、これは余裕でアウト。打順が移ります、外野。この回はまずワンアウトにしています。最初の1球、まず変化球を見せてきました。1球外しました。さあ3回目のバッターボックス、入れてきました。ワンエンドワンになりました。3回の第2打席、キャッチャーへのファウルフライに終わっています。さあ3球目はどうか。ストレートは、これは決まりません。このボール球には手を出しません。ワンアウトになっています。まっすぐ打ちました。ショートライナーに変わりました。マウンド上、アウトを一つ取ったところでちょっと間を入れます。そしてバッターは6番宮本、打席に入ります。奪った三振の数が2となっています。初球はボールになりました。カウントノーワン。
2アウトランナーなし。2投目振りません。ストライク、ワンストライク、ワンボール。3回の2打席目、見逃しの三振に倒れています。今度もまっすぐできました。これで2ストライクと追い込みました。さあ第4球、これは変化球、微妙なところ。まあピッチャーからすればね、打ってほしいと思いますけどね。はい、バットは出ませんでした。変化球、これはショートになります。抑えた。一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変えて攻撃していかないといけないでしょうね。何か突破口が欲しい両チームです。神宮球場は6回の表、タイガースの攻撃。7番からの打順になります、リン・ウェイズ。ここは塁に出てつなぎたいところ。最初は変化球できました。ワンストライクです。これが3回目のバッターボックス。第2球はどういく。ちょっと上がります。打球は右へ。空振りの3球三振。一気に勝負してきました丸山。今日は絶好調、怪盗ランマのピッチングです。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次の8番加納、6回表ワンアウトです。丸山、今日は3回を投げて打たれたヒットが1本、失点なしの成績です。最初は空振りになりました。カウント1ストライクノーボールです。3回の打席、空振りの三振に倒れています。変化球、これは外れました。1球2球と外へ行きました。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。外角いっぱいに入りました。3球とも外に来ました。さあ4球目、これは外れてボール、2エンド2になりました。次が5球目、やっと打ちました。左への打球です。鋭い打球、ピッチャーの横、抑えた。しかしショートが取っています。アウト、鮮やかなプレーでアウトにしました。今の守備はね、もう一回見たいですよね。はい、気持ちのいいプレーでした。ショートゴロに終わりました。これ変えますかね。ああ変えますね。点差を縮めたいこの場面、タイガース。ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。桂木、左のバッターボックスに入ります。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分、1厘のアベル、そして打点の数は29となっています。初球は手を出しません。これは丁寧なピッチングできました。早くも奪った三振の数が5となっています。カーブが決まりました。外へ2球持っていきました。さあバッターはどうする。バット空振り三振、3アウトチェンジ。チャンスが膨らみません。とにかく1本出した方に流れは傾きますよ。チャンスが広がらないですね。まあもうちょっと計算しないといかんですよ。ベンチワークも重要になってきます。さあスワロー、次の攻撃は下位打線からとなります。タイガース、この試合2回目のピッチャー交代です。阿部、1点リードされた場面での登板となります。スワローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。6回の裏、スワローズの攻撃。バッター田中裕康、右のバッターボックスに入りました。どこから狙うか。まずはスローカーブを見せました。ワンボールになりました。こ
その前の打席スイングアウトの三振に倒れています。2球目はどう攻めていく。インコースワンエンドワン、タイミングが合いません。さあ3回目の打席、3球目はどうする。変化球でツーストライク目を取りました。スライダーで追い込んでいます。外れてボール、平行カウント2エンド2。2-3 です。フォアボールのランナーを許します。そして次のバッターとなりますライト。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、レフトフライ送ります。取った、一塁送ります。ここは手堅く行きました。それでワンアウトになりました。さあ追加点の欲しいこのスワローズ、ピッチャーのところにピンチヒッターです。まあいいんじゃないですか。いい判、6回裏ワンアウト。いい判、今年で4度目のシーズンとなりました。最初の1球、まず際どいコースから入りました。ノーストライクワンボール。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分1厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が9となっています。決まりました。ちょっとタイミングが合っていません。ワンアウトランナー2塁です。さあ達川さんにお聞きしましょう、スワローズの攻め方はどう思いますか。強烈な当たり、これはセンターへ上がった。ちょっと打球の勢いがねありませんしね。そうですね、もうちょっと伸びると思ったんですが、ボールが返ってくる。センターフライに倒れました。ここで打順は1番川島、その注目のバッターボックスです。この中盤でね、1点差ということでね、この追加点のチャンスで入れたいでしょうね。はい、ここでの結果が試合の流れを左右します。初球です。外から攻めていきます。ボールカウント1ストライク。4回の前の打席、センターへのツーベースを記録しています。次の第2球、これはボールです。ここはバットを出しません。今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、決まった、外いっぱい、2エンド1になりました。さあ第4球、これも強い当たりだ。取った、取ってスリーアウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。スワローズ2アウト3塁からの得点はなりませんでした。スワローズここで3番手ピッチャーを出します。松岡、1点リードの場面でマウンドに上がります。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。7回の表、タイガースの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。赤星バッターボックスに入ります。最初は見ていきます。ワンストライク。さあ今日のバッティングなんですが、3打数2安打。これはまっすぐ、これも外めに行きました。赤星ここまで2回塁に出ています。アウトコース、これは外れます。外を丁寧に攻めています。今日4回目のバッターボックスに入っています。低いボール右方向、しかしこれは惜しくもファウルです。さあ5球目、落ちるボール打って、さあヒットになった。同点のランナー、ノーアウトから出ました。センターへのヒットになりました。さあランナーが1人出ました。関本、この回ヒットを打たれています。バントします、取りました、一塁に送ります。さすがにバントが上手いだけのことはあります。これでワンアウトです。
ここは抜いていく感じでいいんじゃないですか。野手の間にうまく打球を打てるのがこのバッターの強みです。反対方向の打球も速いですからね。鳥谷、今日は1回塁に出ています。初球からコーナーをついています。ワンストライクノーボール。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。これは変化球入りません。ワンエンドワンになりました。今日ここまでは3打数の1安打、打点は1の内容です。次は3球目、あーっと強い当たり、これは低い打球。さあ4投目、あーっといい当たり、ライトへ上がった。この打球は次が5球目、これは落ちるボール、打球はショートへ、取った、1塁へ送ります。アウト、アウトです。ショートゴロに倒れました。このゴロではね、ランナー走れませんのでね。そうですね、期待に応えたいこの場面、金本、そのバッターボックスです。ここまではノーヒットで来ています。最初の1球は何か、最初は外に持ってきました。まあスイング自体はね、いいと思いますよ。はい、残念ながら捉えられませんでした。これが4回目の打席、この球はどうでしょう。遠いところにバットを出しました。あれボールですよ、低めのね。そういうことですね。で、当たりませんでした。さあ追い込んだ、丁寧にコーナーをつきます。2ストライク1ボール。あっと打った、変化球です。外を続けています。リプレイでご覧いただきましょう。そしてバッターは5番新井。さあリードを取っていけるんでしょうか。いい当たり、大きな打球伸びている。さあセカンドランナーは勝ち越し、フェンスにダイレクト、打ったバッターは2塁へ向かいます。中継のショート、セカンドランナー今ホームイン、タイムリーツーベース、7対6、逆転成功タイガース、初めてリードを取りました。今のプレイをもう一度見てみましょうか。ランナーを終えた状況での打席はそりゃ気持ちの入り方が違いますよ。そこはやはり一塁ボール打った、打球はファーストへ、取って一塁に送ります。一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあスワローズ1点を追いかけます。7回の裏、スワローズの攻撃、2番からの打順になります。菊池、先頭バッターとして繋いでいけるでしょうか。まずはまっすぐから入りました。カウントワンストライクノーボールです。攻撃中のスワローズ、前のイニングは1つの残塁、そして無得点に終わっています。低めを打ってレフトに持っていきました。今のは変化球にね、完全に詰まってますよね。そしてバッターは3番青木。7回の裏ワンアウト、ストレート、これは高いバウンド、一塁へ送ります。アウト、一塁アウト。そして次の4番デントナー、7回裏ツーアウトです。ツーアウトになっています。まずは初球見送りました。ワンストライク。ツーアウトランナーはありません。外のボールは、さあこの打球は前に突っ込む、取ってスリーアウトチェンジ。そして試合は1点差のまま8回へと入っていきます。
8回の表タイガースの攻撃、先頭のバッターリン・ウェイツ、追加点が欲しい展開、まずは出塁したい場面です。まずは落としてきました、ワンナッシングです。今日4度目のバッターボックス、思いっきり落としてきました、落ちる球で2ストライク目を取りました。追い込んだが、これは外れています。ストライク狙ってきたんでしょうか。さあ第4球、ストレート三振、トップバッターは三振に倒れました。ここは三振に取りました。しかし体力の面でちょっと気にかかります。今のシーンもう一度見てみましょうか。次のバッターに変わります、カノー。8回表ワンアウトです。どこから狙うか、まず外から入りました、ボールカウントワンストライク。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。さあ2球目、さあこの当たりは打球はレフトへ上がってどうだ、あっと頭の上、レフト頭上を破りました。さあバッターランナー2塁を狙う、ツーベースヒット、レフトオーバーのツーベースヒットになりました。このチャンスをものにできるでしょうか。当然ピッチャーは1球の本命を知ってますからね、簡単には落としてくれないでしょう。なるほど、ここは少し慎重にボールを見ていた方がいいかもしれません。ちょっと変えるみたいですよ。さあダメ押し点が欲しいこの場面、タイガース、こちらもバッターを変えてきました。ファンの声援を背に受けてのバッターボックス、この声援をいい意味で意識してほしいですね。球場全体が揺れてますね。やっぱりこの雰囲気がね、選手を奮い立たせるんですよ。観客を味方に快音を残せるか。最初のバッターは三振、その後ツーベースを打たれています。最初は変化球、空振りです。カウントワンストライク、ノーボールです。この回ツーベースヒットのランナーを許しています。高めに決まります、カウントツーストライク、ノーボールです。ストレートボールにしてきました。さあ次の4球目は高めを打って左への打球になりました。ワンバウンドヒット、打ちました。打ったバッターは2塁へ。さあセカンドランナー3塁を回ります、ツーベースヒット、セカンドランナー今ホームインした。8対6、1点を追加、点差は1つ増えて2点差になっています。さあもう一度見てみましょう。得点圏のランナーを返せるのか。これね、むちゃくちゃ気合が入ってますよ。ここは一つの山ですね。これこの後の流れを決めてしまうような場面ですよ。さあ大事な大事な対戦です。今日のバッティング4打数3安打。2球目、これは外れてボール、1球2球と外へ行きました。タイガース、このゲームは先発野手全員に安打が記録されています。これは速い球、ツーエンドワンになりました。さあ4投目、あっといい当たり、さあライトへ、この打球の行方はワンバウンド、ワンバウンドした、打ったバッターはセカンドへ、セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベースヒット、9対6、ここも点を加えます、3点のリードに変わります。さあ今のシーンです。彼の一振りで大きく流れが変わることもありますからね。そりゃベンチも期待していますよ。そうですね、みんな引っ張られる感じでね。
彼が打つことによって打線が乗せられることはありますからね。その初球は外のボール、ワンストライクです。さあ第2球、低めインコース、153キロ出ています。さあ次のサインは、この場面は変化球できました、2エンド1。さあ第4球、あっとスイングアウト、空振りの三振に切って取りました。男を上げる打席になるか。むちゃくちゃ気合が入った顔になってますよ。気合が乗ってますね。まあここは間違いなくやってくれるでしょう。はい、放送席の期待も加わります。初球スライダーで入りました。ボールカウントワンストライク、9対6、タイガースがリードしています。まあピッチャーからすれば大変ですけど、見る方は面白いですよね。ですね。速いボールできました、153キロのストレート。ツーナスミからの第3球、低めいっぱい。確かに際どいところに来てますよね。はい、確かに際どいボールでした。さあ4球目、しかしこれは外れています。2ストライク2ボール。さあ5球目、低めのボール打って左へ。まあ引っ掛けたと思いますけどね。取りました、スリーアウトチェンジ。ゲームは8回表を終了、タイガース2点を追加、9対6、リードを広げています。タイガース5番手のピッチャーに変えてきます、ウィリアム。3点リードの場面で登板となりました。スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、スワローズの攻撃、対するこの回の先頭ガイエ、次へと繋いでいけるでしょうか。まず初球、ガーッと打ちました、キャッチャーを抑えた。一塁送球アウト、一塁はアウト。そして次の6番宮本、8回裏ワンアウトです。今日は1打点がついています。その初球ボールになりました、ワンボールです。さあ今日のバッティングなんですが、3打数1安、そして打点が1あります。慎重にコーナーをついてきます、抵抗カウント1エンド1。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。さあ3球目、今度もストレートできました、2エンド1になりました。さあ次の4球目は、打っていった、取りました、2アウトになっています。下位打線に回ります、田中裕康、2アウトになっています。何を投げてくるか、最初はストライク、ワンストライクです。田中裕康、ここまでフォアボールで1回出塁しています。あっと今度は外、149キロです。さあ勝負するんでしょうか。外れてボール、2エンド1、詰まっています、高いバウンドになりました、取って一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。さて試合は3点差のまま9回、最終回へと入っていきます。9回の表、タイガースの攻撃、バッター金本、左のボックスです。今日はツーベースを放っています。第1球です、初球は手を出しません、ワンストライク。ノーアウトランナーありません。達川さんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう。今の点差ではね、決まったとはいませんので、追加点でしょうね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。入りました、2ストライクです。さあ勝負か、どうする。変化球ストーンと落ちてきました、2エンド1です。さあ4球目、
のはちょっと危ない投球です。変化球2エンド2になっています。次のバッターが入ります。新井、9回の表ワンアウトです。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。行って三遊間へ、取った、一塁に送ります。これは一塁アウト、サードゴロに終わっています。そしてバッター、ブラグ、左打席に入っています。今日の打席内容です。ライト前ヒット、三振、セカンドゴロ、そしてファーストゴロ、4打数1安打。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。変化球は入りません。ワンストライク、ワンボール。さあ、タイガース。今日は先発野手全員にヒットが出ています。3投目。あっと、いい当たり！さあ、4投目。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。さあ、スワローズ、この後8番から。タイガース、この試合4回目のピッチャー交代です。藤川、3点リードの展開、ここで投入します。さあ、最終回、注目のピッチング。9回の裏、最終回の攻撃、対します。この回の先頭、相川、どうしても塁に出なければなりません。初球を投げてストライク、ワンナッシングです。ここまでのスワローズ、打ったヒットは9本、そして6得点です。一方のタイガース、ヒットは15本、そして9点を奪っています。タイガースがリードしています。今度もまっすぐできました。ツーナッシングです。取りました。一塁へ、一塁、これはアウトになります。サードゴロに倒れました。これ変えますかね。ああ、変えますね。ランナーを出したいこの場面、スワローズピッチャーに変えて代打となります。畠山、この回はワンアウトになっています。まず大きく外れてボールになりました。ノーワン。畠山、9度目のシーズンを迎えています。さあ、どうでしょう。ここは落とします。カウント1エンド1。この回もまずワンアウトを取っています。わっと変化球、ワンツー。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分、ストレート落ちました。上がったか、ちょっと詰まりました。センターフライに終わりました。そして打順がトップに帰っていきます。川島慶三、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。勝利まであと1人になった。まずは簡単にストライクが来ました。ボールカウント1ストライク。今日はツーベースヒットを打っています。2投目はストレート決まってツーナッシング、151キロです。これで終わるか。まっすぐ持ってきました。2エンド1。次の4球目、高めを打ちました。次が5球目、インコース、ボール、2ストライク、2ボール。さあ、どういくか。この球は逃げてきます。カウント2、3。低め打って、これはファースト、ファーストが取ります。一塁に送ります。これで3アウト、ゲームセット。このゲーム9対6、タイガースの勝利となりました。タイガースの勝利でございました。勝利と
勝利監督を迎えてインタビューが行われています。さあ、ヤクルト対阪神をご覧いただきました。この放送の解説は立川光雄さん、そして黒木智弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。